いたします。執行寺、本日成人式を迎えられた皆さん、成人おめでとうございます。早いもので、あの複合祭典から8年が経過しようとしております。皆さんがあの災害により避難をし、さまざまな苦難を乗り越え、ふるさと浪江の地において再会を果たし、成人式が曲を飛ばすこと、大変嬉しく、また感慨深いものがございます。誓いの言葉、この度無事に成人式を迎えることができ大変嬉しく思います。こうしてこの日を迎えられたのも、家族、友人、たくさんの方々の支えがあってのものであり、感謝の気持ちでいっぱいです。大人としての新たな一歩を踏み出す今日という日に、このような盛大な式を挙行していただきましたことを心より感謝申し上げます。幾度もの苦難の中、人生の節目である成人式をこうして多くの友人たちと共にここふるさと浪江町で迎えられたことをとても嬉しく思います。中学校進学に胸を弾ませていた私たちを襲った東日本大震災は人生を変えるほどの出来事でした。当時は幼さゆえに状況を理解できず、ただただ困惑していた私たちを一人残らず家族のもとへ返してくださった先生方には心から感謝しております。特に私たち請戸小学校の生徒は、先生方の的確な判断がなければ今こうして成人を迎えることはできていなかったかもしれません。私たちが経験した命の尊さや人への思いやり、一つ一つの出会いを大切にできる新成人を目指す決意を申し上げ、誓いの言葉といたします。ふるさとの浪江町で成人式を迎えることができてとても嬉しいです。ありがとうございます。ふるさとのみんなとも会えてすごく嬉しいです。ありがとうございます。私8年ぶりにこっちに来まして、ではみんな変わってないと思いました。で今からあと楽しみたいと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、管理栄養士目指して大学で頑張っています。皆さんの目標に向かって頑張ってください。幼稚園の先生として働くので、これからもふるさとの思いを忘れずに頑張っていきたいと思います。